はい、皆さんこんばんは、ワドです。2017年12月30日、20時8分です。よろしくお願いします。リュウホです。ます、ワド2。はい、ペニオさん、ワド2、よろしくお願いします。生活保護完全マニュアルという動画をね、この前の小川さんとの動画をアップロードしましたので、チャンネル登録よろしくお願いします。いいねボタンもお願いします。精神安定剤がないと、まあ精神薬はね依存するからね、どん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 薬きつくしていかないと寝れなくなってくるよ。野田てるさんはどつ、それはお医者さんに相談するといいよ。あの精神薬ちょっと嫌なんですけど、減らす方向でできませんかとか、あんまり増やさない方向でできますかって言うといいと思うよ。増える一方だからね、薬はね。あの脳みそどんどん溶けてっちゃうよ。お医者さんに相談するといいよ。正直にね、自分がどうしたらいいっていうのを伝えれば、お医者さんも対応してくれるから。それで医者はほら薬が売り上げだから、薬どんどん出したいのよ。ドレさんまた放送やんなかったね。入院したのかな。忙しいのかな、お父さん亡くなられて。ありがとうございます。ありがとう。動画はね、みんながいいね押せば押すほどね、拡散になるからね、力貸してください。
ソカスカウスの T シャツが4万円で販売されてんだ。焦りすぎでしょ、うん、吹っ飛んでるな。4万円で誰が買うんじゃっていう、うん、ちょっと面白いね。攻めたね。ちょっと面白いな、このセージって人面白いな。っていうか今日捨て頃の夢見たんだよね。なんかね、捨て頃に出場するんだけど、マウスピースがなくて、楽屋でマウスピースを作ってたら、あの三枚目ヒカルくんがなんか出てくるっていうわけのわかんない夢見たんだよな。久々に捨て頃の夢見たわ。だんだん入ってきたね、決まってきたからね。何ヶ月ぶりだろう、捨て頃の夢見たの。試合終わった日から見てないかんな。ちょっと懐かしかったな。ついに捨て頃の夢を見るようになったか。
おい、たくみさん、お疲れ。わざつ。おい、そうそう、お疲れ。どうもどうも。いらっしゃい。お疲れっす。マイク・タイソンのさ、試合見てたけど、バケモンだね。最初の6試合ぐらい全部1ラウンド KO だったんだね。一回も負け知らずで、世界統一王座まで行ったんだね。バケモン、マジで。ファイトスタイル見てたけどかなり感動したもん。すげえ良かったマイク・タイソン。あれギフテッドだね、本当にね。一番好きだわタイソン。ボクシングは芸術だね。芸術。あれ目の前にしたら多分死ぬだろうね。初コメありがとう。もゆげもんむ。もゆげ
もゆげもむさんいらっしゃい。あれはすごいな。背が低いのを有利にしてるよね。こう下からフックが飛んでくるんだよね。オーバーハンドブロー気味に来るんだろうな、多分。しかも飛び込みだからなんかめちゃめちゃ速いんだよね。日本人だと長谷川穂積とか芸術的だなと思ってすげえ好きなんだけど、長谷川穂積はマジで天才だと思う。やってるんだ。テレビ持ってないから分かんないな。やってるんだ。はい、マキロワード2、お疲れ。わお、花火ありがとう。ありがとうございます。延長ありがとうございます。延長させていただきます。ちょっといろいろ見ていきたいな。もともとリスナーだよ。もともとリスナー、リスナー。付き合って1年ぐらいになるけどね。もともとリスナーさんだよ、のんちゃんは。そうそうそう、もう出会って付き合って1年ぐらい経つからね。だしもうリスナーさんの頃長くてもリスナーさんの頃含めたら3年ぐらい、会ってからは1年半ぐらいだけどね、会うようになったからもう長い。これは減量前かな？いや、でもちょっと絞ってたかもしれない。YouTube の音入れてない今。映像だけ見てる。ありがとう、教えてくれて。わざとだね。やべえな。
ボクシングで完全にスパーリングしたことないんだよな、まだ。そうだ、アメリカ人とやったやつ、動画にしないと。忘れてた。このボディ良かったんだよな。早めにボディ打つとやっぱ防御に回るから。今の感覚忘れないようにしたいな。攻撃してるとね、やっぱね、相手って防御に回るんだよね。危ないと思ったら攻撃する癖つけた方がいい。ここもね、蹴り入れるんだよね。これで、やっぱ引かせることができるから。やっぱあれだね。もうコース、体勢崩されたりとかやばいと思ったら攻撃に回らないとダメだね。頭振るか。リズムさえ使って、こういう場合だと危ないんだよね。だからここで攻撃入れられるかどうかだよね。エスケープするより攻撃しちゃった方が早い。ショートパンチ覚えたら有利かもね。もう技術差が出て、パンチやっぱ連打されると弾けちゃうね。これ立て直そうと思ったんだけど、ゴング鳴っちゃったんだよね。ここ惜しかったよな。ここでね、構成、ドレさんの攻撃で、やっぱりペース持ってかれるんだけど、ここ立て直そうとするんだよ、頭振って。これ危なかったよな。こういう時はバンバン行かないとね。宮城さんカウンターうまかったな。さんが若干スタンス広いが、俺よりもちょい身長低いぐらいか。よくこの身長差でドレさんってやったよな。相当勇気いるよ。あれどっかにあったっけな。あれ見てみたいな、アメリカ人とのやつ。アメージンのやつ、これかな。
止まっちゃうんだ。なんかおかしいね。固まっちゃうね。強かったな、トッツォ。うん、まやっぱリズム感が全然違うね。上手い人でやるとやっぱあの上手くなるよね。動きが良くなるよね。いつもより動きいいもんね。構えもだいぶ良くなったね。蹴りが厄介なんだよ。この人はそうだね、試合経験はないんだけど、もう10年以上いろんなムエタイも総合も全部やってる人だから、全然今までで一番うまいと思ったかな。あのまあドルさんとか体重大きい人は別だけど、そのテルとかヒカルくんとか同じ階級でやった中ではもう抜群に、もうレベルが全然違うっつうか、もう勝てないって分かった手合わせた瞬間に、あもうこれ勝てんわって、今のままじゃ絶対っていう、明らかな技術差が出てたから、まあ遊ばれてたね、正直。打っていいよ、打っていいよ、みたいな。で、隙があったらもうポンって、いいの、パンパンって入れてくる。なんかその、ジャブフックって、左だけでパンパンって入ってくる。わお。ジャブとフックからの連打が、一発目で初段でもう、あ、実力違うって分かったね。スタミナ切れてきたか。スピードが遅い。ダメだな。当たんないんだよね。完全に遊ばれてる状態だね。これは相当だよな。デンプシーではない、今のは。今のはデンプシーではないね。このウィービングから左右に横に横に振るの思いっきりな。今のはデンプシーじゃない。ウィービング、ウィービングでこっからインに入っていってダッキングしていって刻んでフックの連打コーナーに詰めて、だからその前に潰されてるんだよ全部全部潰されてんだよ。あのね、でドルさんに言われた、一発蹴ったら終わりだからって。キックボクシングで、あだからこれが近いかな、今の今の これが近い、その入りはね。連打にできなかったんだけど、コーナーに詰めていく感覚っていうのは今のであってて、その頭振って潰されてるんだけど、だからこれ入ろう入ろうとしてるのね、デンプシーに。だけどローで潰されてるから、この辺か、この辺のあれ違うの、追い込み追っかけるのがあるんだけど、あれどこだ、ちょっと待ってね、もう一回見てみる。今ね近い、この辺かな、この辺が近いけどいなされた追っかけてるでしょ。これを横に振っていくのがあのデンプシーなんだけど、要は詰められてないの、いや逃げられちゃってるね。だからやっぱ体力削ったところじゃないと無理だろうな、デンプシーは。ぐらつかせるか、体力へばってるところに思いっきり最後行かないと。ここは頭触れてないね。ここでだから決められるポイントなのに、あ振ってないんだよな、体を、うん、
ダメだな、こう、もうコース入ってない。遅っ。フック遅っ。こんな当たんねえわ。やろうとしてるけどもうダメだな、スタミナ切れてんな。早いテンポでできてない、できてないね、スタミナ切れとってる。もう走り込みが足りない、ダメだ。なんだろう、モニターが切れるな。アメジンというのやつ見てみたいな。アメリカ人とやったやつだった。なんだろう、今日モニターの調子がおかしいな。これか、違うか、この人は別の人だ。アメジンといつやったかな、これか。デンプシーに入る前の頭の振りとか覚えないとな、もっとな。ウィービングだな、鍵は。あった。辰彦足治ったのかな、大丈夫なのかな、なんか調子悪いね、カクカクするね。結構パンチ力あったから面白かったのにな。構えだいぶ良くなってるね。ピーカブーがだんだん身についてきたね。あー、なんかあれだね、面白いね。今右の拳に感覚が分かったもん。今のパンチどう滑ったかとか今右の拳が思い出した。 あれ滑ったんだとか。面白いね、記憶ってね。とっちゃん邪魔頭踏んないとダメだな。いいね、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 コンパクトでいいね、これいいね、うん、コンパクトな連打いいね。
うん、いいね、いいね。いいね、いいね、いいね。膝はダメ。アメジン結構ガード高いな。結構似てる構えが。アメリカ人ね、あの骨格の関係で猫背になれないのよ。なんつうんだろう、その前かがみになれない病気なのね。だからね、ちょっとね不利なんだよ、キックとかやんの。その前かがみになれない、なんつうんだっけ、そのストレート背骨がまっすぐなんだよね。ちょっと反ってるっていうか。だから体格的にボディあ、あ、あ、開いちゃうんだよね。アメリカ人いくつだっけ ?30 前とかじゃないの ?30 になるのかな、もう。アメ人どれくらいなんだろうね。いくつくらいなんだろう。今考えるとこのメンツ豪華だよな。豪華捨て頃だよね。ペンジョさんとやってる捨て頃前だね、これは。アメシン40過ぎはないよ。そりゃさすがにね、肌の質感とかでわかるから、その普段プライベートで敬語使うかどうかで、ね、40過ぎなわけないじゃん、アメリカ人。よく言うわ、悪ノリにも程があるし。さすがに20代でしょ。俺より肌きめ細かいもん、若いし。で、設定がってこと？やっぱり捨て頃前ムチッとしてるね、筋肉締まってるね。あの腹は出てるけど体が張ってるね。あの走り込んでて肩幅がすごいいい。ムチッとしている。鍛えてたから半年でこんな変わるんだもん。体重増減多すぎるよね。なんかちょっとムチッとしてない？捨て頃前だから体がちょっとできてる。むっちりボディで顔もちょっとシャープだしね、今より。お、珍しい。珍しい人から電話かかってきたよ、うん、もしもーし。うまくなったな。うまくなったとか、もうちょっとダメな点も多いけど。まあ積極的に打って出てるのはいいし、うん、まあ一つこれはディスとかじゃないけど、うん、まあアメジンはもう今回辞退しても正解だ。ちょっと実力差がありすぎたんですけど、そうだね、辰彦とはね、うん、うん、その半年で埋まる限度っていうのがあるから、それはねやって思った。要はね、パンチ力あるんだけど怪我する、あれだからね、多分ジムの判断なんだと思うんだよね、あれ。まあ16だからね、その大怪我ないんですよ、うん。まあその半年間で埋まる差と埋まんない差があるから、まあそれはほら、うんうん、彼の判断だからね、別にその実力がうんぬんっていう話じゃないから、うん。じゃあもうワドの話戻るけど、まあ、うん、非常に自信があるし、うん、あの前はやっぱ受け身だったんだよな、うん、だけど
今回はその違うよドレさんね、あのね受け身にしちゃったのは、うん、ドレさんとのスパーリングからだからね、俺パンチ怖くなったんだよ。いや怖くていいんだよ。まあね、カウンターもらうから一度怖い方がいい。あなたが僕のスタイルを壊したんだよ。うん、まあデンプシーって何回も言うけどその、うん、ローに弱いんだよな。そうだね、足もらったら終わりだもんね。もしくはその、うん、もっと激しく動かないと、あんなにゆっくり行けば当然だけどローで止めに来るからだよね。もっともっと左右に、うん、忍者みたいに、うん、前後左右に動きながら入っていかなきゃいけない、ね。うん、あれは何、ステップも横に振るの？なんかマイクステップを横に振るのか、ウィービングでさこう体を横に振ってるの、タイソンとかは。だから振った勢いで前後にすごい動いてるんだよ。うん、何、ま、斜め前とか斜め横とか、うん、要するにあれはね、ステップも踏むの？そうだよ、真ん前に立つんじゃなくて、うん、あの相手の斜め前に立ちたいわけ。そうするとお前は打てるけど相手から打てないっていう、その角度の問題、ね。ああ、よくあれだ、初めの一歩から視界から消えたってやつだ。そうです。だから正面同士に立ってそのデンプシーなんかやったって、うん、俺だったらまっすぐただストレート打つね。あ、だってお前から入ってきてくれるとカウンターになるんだから。なるほど。あ、そうそう、今回ねボクシングルールなの、うん、ああじゃあ、うん、君に有利だ非常に。あ、本当に、うん、だから蹴りがないんだから、うん、そう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 、蹴りそんな使わないんだからそもそもが、うんうん、で2分2ラウンドだって。まあこれはまた地獄の特訓が必要だね、君と僕のね。いつやる？そして君はまた今度はボクシング編でボコボコにされた方がいい。またボコすの俺のこと。いやでもね、めちゃくちゃ有利だよ。あ、そう、今度キックじゃないから。なんかね、あのパンチ力あるんだし、ガードが高いのは君の財産なんだよな、うん、ただ、うん、その確かにもうこれは高い攻防の話になっちゃうけど、うん、もうこうやって今アマチュアの人たち見てて、うん、まあ俺もアマチュアだけどね、経験が少ない人の見てるとね、うん、攻撃の時は攻撃なんだよね、うんうんうん、片っぽい攻撃で徹底的防御でそれでいいんだけど、うん、でそれだと勝負つかないんだよな、うん、だからやっぱりその避けながらも打つとか、うん、避けながら攻撃しながらもその避けるってことを入れていかないと、うん、もう単純に体力ある方が勝っちゃう、ずっと攻撃してる人が勝っちゃうから。あとはその攻撃が終わるまで待つんじゃなくて、うん、攻撃され始めたら、うん、ステップで外したりとか、うん、今2人ともっていうかみんなブロッキングじゃん、うん、そうそうそう、だから交代にやってるよねあれ。そうそうそう、うん、それがダメだっつって。ほう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 。あとはそのグローブの上からでも、うん、やっぱり脳震盪と怒るんだよね、強くする人だとね。へえ。逆にそれを、うん、ワドもパンチが重いから利用すべきなの。あ、ブロッキングだからもうこれ緩くっても嫌じゃなくて、うん、ブロックの上から叩きつけるの？ブロッキングの上から、それから、うん、顎先を狙えって言ったけど、うん、大きなグローブ16とかでがっちり固められたら、うん、顎なんか狙えないから、うん、その頭頂部でもいいんだよな、うん、そ、側頭部とか、うん、それでも脳震盪起こる、うん、テンプルでも構わない。テンプルより上ぐらいでも構わない、もう構わない、うん、っていうかもう側面だったらどこでもいい、うん、ほうほう、もうぶち当てに行くんだ。うん、それで、うん、まあ、これを言ったら話終わっちゃうんだけど、うん、まあ、半年あるから、うん、例えばジムによってはそのチケット制度とかって月払いじゃない、行ける時に行ってっていう制度もあるから、うん、まあ、やっぱりジムに行くべきだね、その自分の身を守るため、いい格好するためじゃなくて。俺ね、あの無料の行き、あ、無料じゃない、行き放題で1万円ぐらいのジム行こうかなと思ってるの。もう来年入ったらすぐやらないと、うん、多分直樹兄さんはもう通ってるって正面だからすごいやるから、うん、そうするとその分の差が出るんだよね、遅れた分の、はい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 、今はもしかしたらそのワドの方が、うん、その格闘技的な知識は知ってるけど、うん、格闘技って戦術見ると何なのかっていうと、うん、反復練習なんだよね、はい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 、あとはその実戦経験、うん、1ラウンドのスパーリングを多くやった方が有利だから、うん、だからその分ワドは今先にいるんだよね、うん、なんだかんだ言ってスパーリングをいろんな人経験するわけだから、うん、ただまだその経験が活かせるほどの技術がないわけ、うんうん、あ、そうだね、これあの時のパターンだからこうすればいいってことはできないし、もっと言ったら、ね、うん、パンチがその手打ちで、実はそんなパンチの種類ってないんだよ、ストレート、うん、
フック、アッパーと、まあ、うん、もちろんその中間、スマッシュとかいろいろあるけど、うん、基本的にはその3つしかないわけ。うん、そ左右だから6種類のパンチしかないのに、うんうん、それがやっぱ打ててないんだよね。うんうん、だから、要するに印象で勝つことはできるかもしれない。うん、そのバババって打って相手をブロックして、はいはいはい、で、今度逃げて、うん、で、相手を追っかけてきて。いや、ポイントと印象で勝っちゃうってことで。そう。でも、それは見ててつまんないし、やっぱり倒しに行くべきだと思うしね。うん、倒れなくても。いや、今回、倒すだけのパンチ力は持ってんだよ。うん、KO を取りたい。パンチ力すごいあんの。なんでなんそれは。自分じゃ全然わかんないんだけど。いや、体重が重いこともあるし、うん、まあ、意外と体格強いんじゃん。おあと、まあ、伊達に漫画見てないから、その見よう見まねだけど、そこそこ形になってるからじゃん。パンチ重いよ。バキ読んでんのは正解だったんだ、あれ。正解でしょ。俺もバキ読んでたんだ。ああ、よかったわ。初めの一歩でも。板垣さんは、理論的にどうのこうのっていうか、うん、基礎から離れてるけど、うん、あの人なんかの、自衛隊かなんか、なんか武道やってて。あ、そうだよ。もともと自衛隊員で、格闘技大好きで、っていう人だよ。全く理論は外れてるわけではない。ちょっとただ大げさに、そうそう、突拍子もなく書いてるだけで。でもね、俺ね、板垣さんのすごいところって、うん、筋肉を流線形で正しく書いたの初めてじゃない、あの人。あの悟空とかみたいな。原哲夫さんがいるか。ああ、原哲夫、あ、北斗の拳か。北斗の拳の人がまあ正しい。ああ、確かに。ちょっと大げさだけど、ボディービル見て書いてるから、うんうん、確かに原哲夫もそうか。まあ、ただ格闘の筋肉としては、うん、なんかデタラメっぽいけど、うん、まあまあまあっていうね。うん、例えばビスケットよりはそ力で抑えちゃうとか、うん、それも一つの考え方あるし、うん、まあ、それなりに、そういう格闘技やってる人が読んでも、うん、まあ、悪いっこないよと思いながらね、うん、まあまあできたら楽しいだろうなっていう。ジャックとバキなんて本当、うん、あの、なるほどねっていう、こういうスペック差だと、スピード特化、パワー特化だと、こうなるんだろうねとかね。うん、まあ、そういう人が読んでも、なるほどというね。で、俺不安なのが、俺の方が直樹姉さんより多分身長低いのよ。関係ない、その辺は。関係ない。ま、リーチが長い方が常に有利とも限らなくて、ま、鉄則があって、リーチ長い相手でやるときは、タイソンがやってたけど、うん、それこそピークアブでガード固めて、根性固めて入るんだよね。うん、で相手のリーチの中に入っちゃうと、相手は自分の手がもつれて、打てない。うん、でもこっちは、もうボコボコボってお腹打ったり、うん、下からアッパー打ったり、フック、まあ、タイソンの場合フックだったけど、うん、それができるかできないか、あの相手の距離に入るか、まあ、ちょっと今の話にその距離の話しても、あれだけどね、うん、そう、全ては距離なんだよ、ね。わかる。だってテルなんか距離で負けたんだもん。測りまさに中に入れなかったんだもん。そうそう、うん。だからそれはやっぱり、ある程度の数こなして、根性で入んないと、うん、そのもう理屈とか技術じゃないの。ハート固めてだ。もうやられてもいいから、うん、だってさ、人の命を取り、うん、命というか、その勝利を奪い、うん、人の命を取りに行ってるわけ、うん。自分だけ無傷で全部避けて相手に致命傷を与えようなんて無理だ、うん。無理だよね。それ前回学んだよ。もう、要は自分守るだけで結局攻めてない。もう自分も打たれるしかないんだよ。だからどっかで根性決めて、うん、それ全部俺みたいにスリッピングとかウィービング避けられるわけがないんだから、うん、もう多少もらうって根性決めて、うん、でももうこのラウンドのこの20秒で倒すとかっていう形でやんないと、うん、倒れないのが一つと、うん、まあ、ちょっと整理して話すけど、うん、ワドにやっぱり足りないのは基礎なんだよね、うん、走り込みとか。もう一度言うけど格闘技は、うん、あの反復練習の、だまず走ること、うん、これジム通ってよ通っても、うん、スタミナがないと練習ができないんだから、まず走ること、うん、もう一つは基礎の中に全部あるんだから、シャドーボクシングやり込んで、うん、まあ、やり方も教えるし、うん、ビデオにもその自分の好きな選手が、じゃあタイソン好きな、うん、タイソンどういうシャドーやってるか、うん、それを真似して、うん、その体にストレート、まあ、ジャブでもいい、ジャブ、ストレート、うん、フック、アッパーを染み込ませるわけ、うん、で今は手打ちなんだよね、うん、でも全ての動作は実はやっぱり体全部で連携して打たないと、まあよく言うけど、うん、足先から始まって下半身の力が伝わって、うん、腰の回転につながって、
肩につながって、腕につながって、最後拳だから、うん、今和道は力が、パワーがあるから腕で振ってるわけ。うんうん、だからその倒れるほどじゃないんだよ、相手が。結構当たってんだけど、うん、でも俺のはなんで倒れるかっていうと、全身使ってる。実はその緩く打ってるようで、全身で打ってるから、うん、だから、うん、まあ、半年から3つできる、まず基礎をから、まあ、まず心肺機能を上げる、これはもう絶対条件、うん、走ること、走ること、縄跳び走って身体、うん、あの心肺の能力を上げることね、うん、心肺機能、うん、2つ目は、うん、そのパンチが打てるようにする、その基礎の動きを、うん、シャドーボクシングだとか、そのスパーリングの中で、うんね、パンチを打つ、正しく打つってことを吸い込んでいくってことね。うんうん、まあでもガードは非常にあの、うん、さすがワード、その自分の身を守ることには特化してるからガードに関しては危なげがないんだよね。別にじゃあピーカブはこれもらっちゃった危ない。ただそのピーカブっていうのは、うん、もちろん動いてるから、うん、デンプシーの逆ね、うんうん、ディフェンスしながらも動いてるからあれで耐えられる、うん、ただのブロッキングだと、うん、ボディーもらうんだよね結局は、うん、打ち返してこないんだから。うん、ボディ行くと当然手が下がって開くから、うん、今度ダブルとかで返しで顔面もらうわけよ。あボディあのフックとかで、あのそう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 、そう、うん、だからやっぱり、うん、ジムに通わなきゃダメだし、うん、あの危険だよまずは、うんうんうん、それからその最初に戻るんだけど、攻防が一体じゃなきゃダメなわけ。今はもうあのレベルだと相手が打ってきたらガードしましょうって急いでいいんだよ固めて、うんうん、で相手が疲れて、うん、あの打つのやめたら今度和道のターンでってやるわけ、うんうん、でボコボコボコっていって、うんうん、当たっても倒れないパンチ打って当然だけど疲れちゃって、うんうん、また持って戻るわけ。そうだね。でそのパンチを打ち込みなさいっていう中にはもう一つ、うん、コンビネーションっていうのは体の使い方として、うん、ワンツーって左っていうのは、うん、そのシフトウェイトっていうんだけど、うん、体重を右に切り替えたのを左に踏み替えて左をまた右に振り替えてってことで、うん、理屈でパンチ打ってるわけ、うん、でも和道たちは今は、うん、もうとりあえず思いついたの手打ちだからどれでも出せるか出してるけど、うん、体重が乗らないんだよ。乗ってない。だからたまにブレたりする打ってよろけるの自分で、うん、だからでもまあ割とわざわざ素人じゃないけど割と体重乗ってるけど、うん、左のパンチ打つ、うん、体重は右に乗ってるわけ、うん、で今度切り返して右のパンチ行くときは左に乗ってるわけ、うんうん、で実はそのワンツーの中で、うん、ワンツースリーの中で最後の左フックの切り返しに一番体重乗るわけよ、うん、だからそのコンビネーションを全部効かせようとかありえなくて、うん、最初の位置にはそのフェイントだったり予備動作だったりするわけ、うんうんうん、だからさアクセントをどこに置くか、うん、1、2は弱くて、3強くて、うん、5、6が弱くて、また7が強いとか、うん、それにリズムの中で、これっていうのね、うん、全部全部強く打つと、当たり前でスタミナが限りがあるんだから、うん、全部フルスイングでいけば、うん、絶対和道のスタミナが先に尽きるわけ。うんで、まあ、ブロッキングに頼るのは素人非常にいいことだ。ガードが高くブロッキングにっていう、うん、ただ直樹兄さんはもしそのボクシングジム通えば、うん、最初に教わるのはステップワークだから、うん、足使ってこられた場合、うん、当然そのすぐコーナー追い込まれて、うん、っていうことになってくる。ワードを回しを使わなきゃいけない、そのベタで、うん、だまずその電気治療の根本が違って状態振ることも大事だけど、うん、ステップだもっと上下というか前後左右にもっと激しく動かない、うん、それはステップでってこと？だってステップ以外でだって状態振ってもお前状態をそこにいるんだったら足が止まってんだったらあまあそっか、まあ、右か左に打ち分けるだけで、うん、どうってことないもん、うん、やっぱあれが厄介なのはデンプシーとか、まあ、タイソンのデンプシーだけど、ね、うん、いやそれでいい、あれが厄介なのは、うん、要するに飛ぶから左右に、はい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 、で、うん、そのアングルを変えて打ってくるからやりづらい。あしかもそのリーチが長い相手にすごい勢いでそのワンステップで入ってきて攻撃が始まるから、そうだからタイソンのさっき動画全部見てたの全試合、
そのショートの。そしたら相手がパンチ出したのをこの戻るのと同時に入って、そっからかがんで、なんかこうスクワット気味に入って、左フックとか左ボディ、左フックとかの左のパターンが多かったんだよね、すごい。その。まあ、それは右切り返すために、そこまでいかなくても、左で倒せちゃってるから分かんないけど、狙ってたのは右なんだ、本当はね。ああ、なるほど。そ要は、の前本当はに、3なんだけど、2左ので方で倒しちゃってんだ。倒してるから。でも、フォロー、空振りしてるよ、してる、してる。必ず右フックが最後に来る。で、空振りで終わってる。まあ、あれはね、世界クラスの、あれだから、ちょっと参考にはならないけど、やっぱり素人として単打になるわけ。1なら1だけ、2なら2だけ。2っていうのは右ストレートだけね。ドルさんが言ってる、いつももっとまとめて3まで行こうと。そう、力抜きながら1、2、3、4、5で離れて1、2、3、4、5、5はもう5打てたよ、1、2、3、4、1、2、3、4、4つ。必ず4つ。なんでかっていうと、1つ目、2つ目をパリング、スウェー、まあスリーピングで避けても、3、4全部かわせないと、そうなの、経験者じゃないとできないから、どれか当たるから。うん。で、最初のラウンドで全部出すわけ。アッパー、ストレート、フック。うん、ちょっと待って。出していくわけ。ちょっと待って、のんちゃんに今200円せびられてるから、ちょっとだけ待って。200円、うん。何200円ってこれ。ジュースとドライヤー。ジュースとドライヤー持っている、うん、大丈夫。大丈夫、うん。200円のお小遣いあげた。ドルさんごめん。いや、いいんだよ。あのね。うんてか銭湯年末だから閉まってるよ。苦手なパンチだろうが、相手が。それ人によるんだけど、うんうん、例えばストレート系はもう全部パリングされたり、目が良くて全部避けられて、うん、それなのになぜかアッパー当たる人とか、うんうんうん、フックが当たりやすい人っているわけ。だから探り針っていうんだけど、早い段階で、あ、この人はこのパンチ苦手なんだな、うん、逆で自分も、うん、いや、このパンチ警戒しなきゃいけないなっていうのを、うん、探り合いなんだよね。ほう。さあ、一つの戦法で、もう一つは、うん、もう玉砕覚悟で、うん、早いラウンドで畳むっていう。なるほど。よくあるんだけど、開始5秒とかで終わるっていう。開始10秒とか。要は何もさせないで、よう挑んで。そうだね。まあ言ったら、最初から出る、うん。まあでもそれは無理だね。うん、相手は基本通り、そのボクシング10秒で基本通り来るから、まあ無理だね。うんうん、相手の技術高いケースもあるから、うん、だから、うん、2ラウンドの間に倒せればいいっていうことで、まず自分を守ることが大事だけど、うん、まあちょっと何回も何回も同じこと言うことになっちゃうけど、まず自分を守る技術を上げるためのスタミナ、もうこれは絶対条件ね、うんうん、スタミナ走り込み、うん、するとシャドーボクシング、要するに、うん、君は道具が使えてないわけ、見よう見まねでは打ってるけど、うんうん、あのものは何十発打っても効かない、16弾なら打ったって、うん、要するに打って、うん、それも踏み込み、うん、奥足、君は普通の構えだから、うん、右構えだから、うん、奥足、右足で蹴って踏み込んで打つっていう、うん、手で打つんじゃない、踏み込んで打つ必ず、うんうん、そうパンチ力倍増するから。分かった。あとは簡単なのはストレートよりやっぱフックだ、タイソンも全部フックだし、フックだね、力入れられるし、だから、うん、和道はその体の使い方フックパンチャーなんです。フックパンチャーな、うん、引っ掛けてこうブンブン振り回す方が重いの打てるから、うん、もうこの際ね、フォームとか脇が開いてるとどうでもいいから倒れりゃいいんだから。え、どうでもいいの？まあ、だってこの短期間で無理だもん、そんな急に半年間で、うん、でも1分前ガード固めろって言ってたじゃん。いやいや、うん、相手が打ってきた時はガード固めなきゃダメだよ、うんうん、で攻撃の際に倒す気だったらもうオープンブローでもいいから、うん、もうストレートで倒せっこないからもう振るしかないんだ、うん、でそれを手にハンマーつけて、うん、相手にその振動を与えればいいわけ、うん、そのギャラクティカマグラムで相手の頭蓋骨を粉砕なんかする必要ないわけ、うん、脳震盪を起こせばいいんだから、うん、だからグローブでブロッキングばっかする相手だったら、うん、グローブの上からでもいいわけ、そう相手の脳が入れればいいんだから、うんうんうん、よかった。だからまあでも半年間でできることはたくさんあるよ、たくさんある、うん、だって前回お前大したのは面白かったのに、うん、
一応練習会とかでそこそこみんなとやってたじゃん、うん、一方的に打たれたことなんてないよ、うん、で俺にも打ち返しては来たし、うん、別に一方的にやられたことなくない、この人には手足出なかった、いや特にないでしょ、あなたにやられたでしょいやでも俺にも打ち返し来た、もう一回見てみ打ち返しては来てんの、あなたにボッコボコにされたでしょ、トラウマだよ、そうだけどそれは、うん、要するに怖さを知らないで行っちゃうよりかは、うん、まあまあね、うん、やられるぞっていう、あの恐怖を知ってれば途中落ち着いた時にあの時よりマシだって気づくから、うん、それは全員にね聞かれたりして、それはあったあったあった実際、そうそうそう、うんうん、なるほど、だけどもう経験者だから、うん、俺は早い、本当にもうギリギリの3月頃からじゃなくて、うん、1月中にジムに入会して、もちろんもう一回ちょっと、うん、あの基本から教わって、うん、まず大前提として、うん、あのそのパンチを正しく打てるってことが まず話になるのよ、うんうんうん、今見よう見まねで理屈が分かってないで打ってるから、うん、あの体力消耗するだけだから、うん、そのシフトウェイトって言ってね、うん、右に左に切り替えて、その体重移動でパンチが重かったら速くて出るわけ、うんうんうん、走り込む、走り込んでんでしょ、痩せてきてるっていうこと、いや今全く走ってない、走ってない、うん、それ自慢げに言うことじゃないじゃん、ま、もう何回走る、全く走ってない、うん、ダメダメだ走んないと、うん、明日から本気出すわ、まあ年変わってからでいいんじゃない明日から本気出す、体重は何キロ、体重は73ぐらいだね、それ今何キロ、 今が73、あ、じゃあまああれだけど、少しアンダーでもいいよ、やっちゃって練習しすぎたせいで、うん、70になったって3キロ差の素人同士で大した、うんうん、みんなその体重体重って言うけど、うん、そう動けない73キロにキレがある70キロがいいんだから、うん、分かった、絞るわ、絞るっていうかまあそのベストで動く、走る走る、うん、とにかく走れば落ちるから OK、うん、それで、うん、まだ特攻しよう、あ、お願いします、プロテインとか飲んだ方がいいのかなとか思って、うん、プロテインさサバス飲んでたんだけど、なんかおすすめってあります？いやプロテインは飲む必要がないでしょ、ない、筋トレほとんどしないんだから、 いらないんだ、あれ筋トレはやんなくていいけど、うん、いわゆる体幹を強くしたわけ、うんうんうん、なぜかっていうとそのパンチがブレる現象っていうのは、うん、要は腹筋周り、いわゆる深層筋って言われる体の軸が弱いから、うん、手の力にわざわざパンチ力が振り回されちゃうわけ、ほうほう、ああ持ってかれるみたいな、そう持ってかれる、だから俺も最近気づいたんだけど、うん、体幹強くすると、うん、まあ相当振っても軸はぶれないわけ、ほうほうほう、もっと言うとハブになってるから下半身との、うん、やっぱりアマチュアとか素人の人見てて思うのが、うん、腹筋含めて体幹が弱いから、あのよろけるんだよね、自分パンチのスイングの力に持ってかれてよろけるわけ、うん、じゃあ筋トレとかするよりはスクワットとか反復横跳びとか階段のなんかあの光くんのところにやってこうタッ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 、いや全然その方がいいね、こっちの方が全然いい、下半身と腹筋さえ鍛えれば、うん、ボクシングに関しては筋トレいらない、うん、いらない、プロもやってないよ、おもう本当に軽いウェイト、要はボクシングってどういう競争かっていうと、うん、使える筋肉だけ残して、あとはそぎ落とそうって体重制限があるから、あだから筋肉がつけてるアホいないから、確かにシュッとしてるもんね、みんな。それより、うん、ヘビーバッグって言って、サンドバッグ打ち込んで、うん、本当に打つのに必要な、うん、ピュアなそのヒットマッスルのみつけようと思ってみんなやってるわけね。うんうんうん、もうその筋肉つけたかったら、その作業をやるしかないわけ。うん、まあ、俺はほら、見せかけもある芸人だから、うん、プロレスラーみたいにしてかつ動けるのは本当例外だけど、うん、あ非効率なわけ、うん、だって腕太くすりゃ振り遅くなんだから普通はね、うん、俺はコツが分かっちゃったから関係ないけど、うん、だからその筋トレをしない以上、うん、プロテインをその取る必要がないし、なるほど、それより新鮮な果物とか肉とかをガンガン食って取った方がいいね、分かった、うん、じゃあプロテイン買わないわ、うん、うん、だもうリスナーさんに援助してもらってでもジムに通うべき、半年間通ってみ、うん、どれだけ学べるか、うん、まあ週3だとしても、
いや、そのさ、ちゃんとしたボクシングジムに行くべきかどうなのかっていうのが分かんないんだよね。いや、ボクシングの試合に出んだから、うん、ボクシングのジムに通うべきでしょ。家から一番近い新宿なんかいっぱいあるんだから。いや、いっぱいあるんだけど、どこがいいのか分かんないからさ。今岡だよ、新宿だった今岡。うん、うん、要するにど素人は女子供に教えてるとこだから、うん、そのお前なんかがその、うん、例えば提携に入ったところで、うん、ちょっと君こっち来てって言われて、うん、寒くて人に打っててね、プロ練習とか邪魔になんねんって言われるとあれなんだ、うん、なるほどなるほど、それそうだよね、うん、じゃない。もうえ、でも俺スーパースターだから、スーパースターだから会長とかがつくんじゃないの。ついてもあの会長に隅っこ行こうねって言われてじゃあここで好きなように鏡の前で電車のボクシングしてて、終わった、ワド君、お疲れって終わりだから。終わりか、うん、3ヶ月目ぐらいに、うん、ちょっとこっち来てっつって、うん、これサンドバッグって言うんだけど、こう打ってみてっつって、うん、でまた3ヶ月後に、うん、お疲れって言って終わりだから。あ、そうなんだ、うん、だから女性とか、おうおう、そのダイエット目的の男の人が来る、うん、ところでいいの。いわゆる、うん、競技じゃないのに特化したところに行くべきだ。初心者の初心者でミットは持ってくれる。その時に強制してくれて。だったら今のところ行くわ。そのボクシングそのコースみたいなのとキックコースとかあるから、総合コースとか選べるの。そこ行くわ。まあまあ自分が通いやすいところ。その、うんうん、お前なんかさ、うん、家からちょっと遠い電車でとかってなるともう行かないから。行かない行かない。家から一番近いところ行く。チャリ買って、チャリ、中古のチャリとか、うん、あのドンキのチャリっていいか、チャリ買って毎日行くんだよ。うん、いや走って行く。まあ、やることねえんだ、うん。やることあるわ。シルバー作ったりとか。あんな売れねえんだから。そんな売れねえんだからやることはねえよ。クロムハーツ買えるんだよ。違うんです。ボクシングジムなんて極端な30分で出られるんだよ、うん、あのもう行くじゃん、うん、で縄跳びスキッピングロープって縄跳び飛ぶじゃん、うん、でシャドウやんじゃん、うん、でバック打つじゃん、うん、でトレーナーにはだいたい1人2ラウンドだよ、うん、もう決まってて2ラウンドやってもらうじゃん、うん、でまたサンドバック打つじゃん、うん、でロープ飛ぶじゃん、うん、でシャドウね、生理運動とシャドウやるじゃん、うん、でストレッチやって帰ってきたら、うん、もう本当にその、うん、厳密にやれば、うん、もう着替えも入れて40分でいいんだよ。1時間も2時間もやるもんじゃないんだよ。その方が強くなるんだ。まあ、3分ベルに合わせて、うん、もうどん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 やって、最初はついていけないけど、うん、半年間もそれやったらメニューこなせるようになってて、メニューこなせる頃には、うん、後で気づくけど、もうやれるようになってんだ、基本ができれば。はい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 、はい、その中に月に何回か、うん、あのスパーリングとかを俺たちと入れていけば、うんうん、いける。あのジムでスパーリングやらせて、っていうかジムはやらせてくれない。どこのジム行っても絶対やらせてくれない。おー、それは1年後とかだから。あー、そういうもんなんだ。だって素人同士やる人、大怪我するの目に見えてんだから。まあそうだよね。みんなプロになりたくてみんな来てる人たちなんだから、相手になるわけないんだから。うん、まあそうだそうだ。だそこでは反復練習、体力をつけること、主に正しくミットを持ってもらって、正しく打つこと、体重乗せて正しく打つこと、うん、たった3つの打ち方、うん、ストレート、フック、アッパーを正しく打つこと、うんうん、まあアッパーなんて打てないと思うけど、うん、まあ正しく打つことね、うん、それから、これはのんちゃんと毎日できる。またやるけど、うん、パリング、スリーピング、ウィービングっていうのは家でもできるわけ、うん、相手がいれば、うんうんうん。それをどれだけ多くやったもん勝ちなの。なるほど。のんちゃんに打ってもらうんだ。で、ディフェンスだ。そう、それをくぐる練習。うんうんうん、なるほど。要するに目を鳴らして、うん、その動きになれないと、うん、理屈が分かってて動けりゃもう世界チャンピオン、苦労ないよね、うん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 、YouTube で見たわけでみんなできるんだったら、うん、どれだけその反復をやるかっていうこと、地味な運動。なるほど。それやることで体幹も強くなるわけ、ウィービングをすることで体幹強くなっていくわけ、うん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 、スリッピングやることでその動体視力が培われてくるわけ、うんうんうん、だからそのタイソンとかもやってるけど、すごい勢いでその頭を振る練習とかするわけ、あのウィービングでファッ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 ファ
ってね、うん、分かる。あれを、うん、和道なりの最速のスピードでやるわけ。あれタイソンが息が切れるぐらい最速でやってんだよ。はい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 。それうっすらは当たるわけないよ、あんなに早く動かれた。うん、だそれがやりたいわけでしょ。やりたいの。そう、そしたら、うん、同じことをやらないと、その同じスピードで動けないまでも、うん、君なりの全力で常に動かない。そのニュアンスの、うん、あの電子なんて何の意味もないよ、うんうん、だってまっすぐ来てんだから的だもん。うん、わざわざボディの一発でも当たればもう打ってらって止まるんだから止まった時に角度変えて、うん、お前は打てないけど俺は打てる距離に立って、うん、まあなんか不景で倒すんだろうね。うん、でも相手も同じ程度の進歩しかできないから、うん、あの、わかんない、直樹兄さんはどれだけ、うん、でも体、その太ってないってことは、うん、体をメンテずっとしてきてる人だから、うん、しかも、こんなオファーにやるって言ってんだからさ、ある程度の自信あるんだから、うん、運動神経の自信あるんでしょ。うん、と、和道は経験者だし、うん、お前センス悪くないんだよ。なんか鈍いみたいな話になってるけど、うん、俺から見て悪くないんだよ。うんうん、あれ俺が口づてで教えたことをまだ半年後にも守れるんだから才能あるんだよ、うん、ただ練習しないから、うん、そう料理でも何でもそうだけど結局は数なんだよ、うん、数さばいた人、数こなした人、うん、わかる、うんうん、だから頭の中の出来事が君は多すぎこれを使えばみたいなじゃない、うん、もうすいませんやるんだよ、シャドーボクシングやるんだ。すいません、はい、頑張ります。ドルさん、何放送やってなくない？最近忙しいの？まあ一応、うん、葬儀とかあったからね。まあ一応。だそもが、うん、もうっていうかその別に夢中だからやんないとかって俺は冷やがるからやるけど、うん、まあ数日ぐらいはね。ああなるほど。いろいろ整理がある、うん。なるほど。うん。うん、もう本当にお父さんの件は本当にあれです、うん、まあもう放送の世界は、うん、そういうのはうちの自分自白だけで、うん、なしにしよう、もう俺らいわゆる社会人とかじゃないから、うん、俺ら社会人じゃない、もう人間ですらない、画面の向こうも俺たちは人間ですらないから、人間じゃないの、うん、人間じゃないでしょ、うん、アイコンでしょ、ミッキーマウスとかああいうものでしょミニマウスに整理は来ないし、ドルさん光電台よこせ花火よこせって言ったら本当なの？言ってないよまあ似たようなこと言ったけどな、金がないからできないって、ああ葬儀がね、親類から親類か借りる形になるから、うん、まあいずれはわずかずつでも返さなきゃいけないんだから、うん、まあまあ、金がないってくれ要するにっていうかあれじゃん、もう今日明日であれ更新料払わないと追い出されるよ。更新料は払ったの？もう払ったけどその分家賃遅れてるよ本当は一日も休みたくないんだけどまあまあ準備があるから、うん、まあね、準備っていうかさ後片付けがあるから、うん、しょうがない、それを先延ばしにしても、うん、まあね、片付くわけじゃないから、うん、だから一日も休みたくない本当はね。まあね、うん、ただまあ、うん、あれだよ、うん、あの焦ってもしょうがないし、まあね、うん、まあ、うん、次はやっぱチャンスを生かしたような、うん、そのせっかく2回も命張るわけだから、うん、命張るって大げさかもしれないけど、いやいや怖いよ、わかんないぜ本当にわかんないよ、パンチとかが当たって倒れた時の、うん、倒れどころが悪くて、うん、ボトムロープで首折ってとか、うん、あることあんだよ、うん、事故として、うん、今日久々にさ、あれだよ、半年ぶりぐらいに捨て頃の夢見たよ。うん、うん、マウスピースがないって焦ってる夢だったよ。うん、うん、なんか毎日見てたから久々だった。だって鮮やかな勝ち方しないよ、まあ、それイコール、うん、エトラン増えて線も増えるっていう約束はないけど、いや、まあね、やっぱり今見てる何十人の人たち、応援してる人たちがね、うん、よく頑張ったってなれば必ず花火で反映されると思うし、アイテムでね、もちろん、やっぱ和道次第なんじゃない、和道がどんだけ本気になれるかって、多分本当にそう思う、君の性格としてね、適当でもできるんだよ、運動神経も悪くないし、また照る時みたいに
まあ適当に、練習も適当、試合も適当で、あの適当って悪い意味じゃなくてね、こなしちゃうとは思うんだけど、やっぱど素人の試合に期待するとそこじゃないんじゃない、どんだけ普段格好つけてるワドが、もう泥臭く、もう汗まみれになって、血だらけになって、どんだけやってるかっていうところにみんな感動したいんだよ、感動したいんだよみんな、いやそうだと思う、その技術的にあワドうまいなとかじゃなくて、格闘技知らない女の人も、普段お前のアンチやってる人も、感動したいんだよ、そうだと思う、俺たち素人に見せられることってそれしかないんだよ、そうだね、その感動を呼び起こすのは、ワドをどんだけしか、俺今のなんかあのね、公園で君ら練習したでしょ、あの君らっていうのは、のんちゃんと、のチームどまあ足りないけど、でもやっぱり結構毎日やってたんだよな、最初の頃は、あのおかげなんだよ、じゃあ配信外で毎日やってたわいや配信外だって意味ないんだよいやだから通報されちゃってあそこでできなくなったから、のんちゃんと走ってたんだよ、家の前でも家の中でもいいよ、そしたら、そんなのスリッピングの練習はどこでもできるんだから、でもっと先の目標は、こういう試練を通じて君の何が変わるかっていうところが本当はその醍醐味なのよ、捨て頃がありました、スパーリング大会がありました、それ通じて終わったよかった花火が咲いた意味ないんだよ、そうだね、そういう辛い思いをして和道がどう人間的に成長するかっていうまだ若いから、そういう期待感にもみんな投資してくれてるの、だから変わんなかったら意味ないんだよ。そうだね。なんかイベントが1個終わりましたっていうのと何ら変わんないから。パチンコのね、イベントが終わりましたっていうのと、変わんないから。もう汗かいて、涙流して、またあざ作って怪我して、必死こいて、そういう普段見せない窓を見せて、で、そのイベント後に勝つか負けるかわかんないけど、ワードの何が変わるかっていうところをみんなやっぱ見たいんだよ。まあ、頑張って、絶対君の配信者として、これから君は人として生きていく上に、プラスになる経験だ。そんなに、人前で本気で殴り合うなんて、プロじゃないのに、普通の人はないよ、経験。ものすごい経験だ。ドレさん、捨て頃の日開けといてよ。ん？捨て頃の日開けといてよ。あ、忙しいんで、いろいろ。なんだよ。開けといてよ。え？いや、俺ちょっと今度さ、アクセサリー販売。ふざけんなよ。開けといてよ。俺ゴールド。開けといてよ。お前クラスと違うから、俺クラスとゴールドだけど。おかちまちの問屋と打ち合わせあるから、そう。開けてよ。で、まず、ちょっと、リスナー代表して、したいの、モールドってさ、要は金型取るのに、あダメだ、コスト言っちゃダメか、あコスト全然いいよ、金型取るのにいくらぐらいかかるの、あのね金型を取るのに銀の値段かけなんだって、だから1個で作れるんだって、ああだから6000円、これが6000円ぐらいなんだって銀の値段がこれが、腕につけてるのが、でこれが2万とか、初回のロットでその1個の金型作るのにって聞いたよ、ああそれまあ、いいお値段取るんだろうけどコストも実はかかってる、かかってるかかってる、でそっからはほら在庫抱えたらどうする、メーカーに流すの、だから違う、だって発注かけりゃいいじゃん、銀の型ができてるんだから、注文来て入金あったから流すの、あ実は発注ね、そうだ初回には金かかるよ、じゃあ最大失うのは、それも最初の制作費のみっていうこと、ね、そういうこと、あとは受注発注で、そうだからそれだって、あとグローブの形も作っとけばいやそれ別にシルバーである必要ないけど、あのミニチュアのグローブあんだ、キーホルダーなの、あそこにワドって入れてさ、ああかっこいいね、いいかもねグローブね、ただ安くないんだけど、そうなんだよ、卸値が、これねいい話だからあれなんだけど、シルバーの職人さんいるじゃん、俺のバックにいるリスナーさんの、何人かいるね詳しい方が、一人いるのよ、その X さんっていうその30年やってる人が、その人が最初なんか先に掘るか、その人俺多分知ってる人だよ、そう会いたがってたよ、ちょっとドレさん大好きらしいよ、大ファンでいつも言ってる、いやもうすげえ
前から知ってる人。あ、そうなんだ。だから、うん、なんか、サザン、ローの時点で掘るのか、うん、はいはいはい。金まあ、あの人、プロだ、本当のプロだから。本当のプロプロ。配信でやってたんだから。うんうん、なんか、ドレさんの大ファンだっつってたよ。だから、つなげてくれって言ってんだけど、あの。いや、つなげてくれって言うか、うん、知ってるけどね。そうそう。だから、オフ会とかあったら行くかもしんない、一緒に。え、東京にいる人はじゃあ違う人だ。東京の人だ。俺が行ってる人は違う人。多分別の人、それ。うん。なんかね、わかんないけど、アフリカって、うん、仕掛け工事とか、職人さんが多かったんだよ。だから作業しながらつけてる人多かった。違う、多いの多いの。5、6人もう集まってきてるの、シルバーやってる人。さ、あの、なんていう人 ラジオ代わりで聞いてんの。名前言えないんだ、今。うん。その人、あの、なんていうの、ロム線だから。会いたいって言った人？そうそうそう。あ、SX なの、ミスター X。そうそう。で、その人も知ってる。その人も知ってる？うん。うん。その人が言えない理由は、うん。もう一つってリモだから。そう、リモの内容ちょっとここでは言えないけど。そうなんだ。うん。うん。リモったんだ。まあ、いい人っていうか、まあ、うん、長くやってる人だから。うん。間違いないし。うん。そうだね。うん。まあ、でも、うん。ちょっと来年すごいんだよ。どうせノリコが10個買う以外売れないから心配すんだ。いや、それはそれで面白い。だけど、お前が有名になれば別だよな。うん、いやくださいちょうだいでしょ、うん、でもまあ楽しくやってるよ、うん、まあねまあね、うん、あの何かを創作するっていうのは非常に五感を刺激して特に、うん、我々その古事記でもあるけど表現者なわけじゃん、うん、だからその表現の一つではあるよね、うん、その閲覧にはつながらないかもしれないけど、うん俺は分かんないけど、ああいう作業することでこう繊細なニュアンスが分かってきたりするわけじゃん。うん。まあ普通に楽しい、単純に。単純に。ただただ楽しいよ。うん。まあ何でも気づきだし、うん、そのみんな期待してるのはやっぱ若いあなたに期待してるのは成長なんじゃない？変わっていく様が。うん。うん、まあ小じきぶりがね、うん嬉しくなって他の話しちゃうと、こじ芸のレパートリーが増えても泣き芸とか、怒りながらこじるとかね、うん、パターンが増えてって。あと、香典代をね、くださいって言いながらこじるとかね。俺言ってないって、そうだね。いろんなパターン。実際問題できないっていう。俺はでも、年が越せないってさ。ドレさんは新しいこじきのスタイルを、あの世に生み落としたと思うよ、うん、今までなかった新しい古事記のスタイルを提案したんだと思ってるから。まあまあでも古事記だわな。その、まあね、パルパルなんかやっぱ、うん、泣いて騒いで、まあ、笑わせてすかして、うん、あれ古事記のプロだよ。あれプロだよ、うん、すごいよ。何やっても金に変えようっつんだもん。揺する感じが、それ実際落ちてくんだって、うん、嘘みたいだけど。だから客も分かっててやってるからね、その芸風に乗っかって。あそこの花火師はパルパルは、うん、パルパルはっていうか配信、お手配信者、お手っていうか夢配信者みんなだけど、うん、あいつも恐ろしく IQ 高い、うん、あのさ、ツバランとキンバイと居合になったのさ。はいはいはい。そのテルの連絡先消すとか消さないで、うん、そこにパルが入って、うん、あのチェスの世界選手権見てるみたいに面白かったんだって。金牌、ね、の詰め方も面白かったけど、うん、でも結局漁夫の利を得たのはパルなんだって。スバヤも遠ざけて、好感度上げて、うん、なんなら金牌のことも若干言いまかして、うん、あれ相当頭いい。金牌も頭いいけど、うん、スバヤもバカじゃなかった、うん。チェスの世界選手権みたいだったよ。うん面白かった、うん、まあ、ああいう風にも金箔やっぱ見せられるんだなっていうの、うん、その後、うん、ハルさんとキスしてもうその時の好感度全部ゼロに戻したけど。いやすごいよ、負けの美学っていうかすごいよ金箔さんは本当に。いやものすごい好感度上がったんだ、うん、つぼりの詰めてくれてありがとうってなったのに、うん、次の日のハルさんの全部台無しだよ、うん、いやすごいよ、すげえな、すごい、あの人あれは俺にはできない、うん、リセットするからね、次の話題で、前回の話題を。いや、すごい、あれ、全然必要なかったし。全然必要ないよね。朝比奈さんをアバズレ3号に育成するんだと思ってたけど。違う、天才だ。まあ、それは、うん、
まあ、そうか俺たちの意表意表っていうところがやっぱすごい、うん、なんか想像通りにいかないじゃん。いかないね。まあ、言うて俺とかはどうとか、まあこうなんだろうなと思ったらこうなるけど、うん、まあ真逆になるよね。うん、あの人は天才だよ。しかも未だに分かんないっていう、その、うん、女と視聴率をと好感度、うん、ひたすら下げまくってる理由が分からない。すごいよね。花火も尖らなくなってんのに。いやいや、いずれ後から帰ってくるの分かってんでしょ。いや違うでしょ。いやそうだと思う。あれはね、現代アートなんだったからもうそのシュールな芸を見るやつで、そ考えてないよ、多分。うん、この前、あっと思ったけど、うん、そういう計算はしてない。やりたいからやってるんだ、あそれを。なるほど、ね。アーティストなんだよ、彼は。ああ、金梅さんは。俺たち、こじきとは違うんだよ。なるほど。もう俺たち、こじアートだけど、うん、あれは、ピュア、ファインアート。ファインアートなんだ。何も考えてないなるほど。まあ、リサーさん飽きてきちゃったから、まあこれぐらいにして、うん、いつ頃空いてんの、そのチームどれの練習は。ずっと他の人もある、別にお前編だけでやってもいいけど、うん、なんでもいいよ、どれさんが、まあ、指導してくれんなら。いや、お前編もあるけど、うん、誰編があるのほか、まあ、試合だと俺とばっかやってもしょうがない、みんなでやればいいじゃん。でもやっぱどれさんが教えてくれるのが一番身になってるのよ。だから、なんだろう、ドルさんのはなるべく、なんかこう、空いてる時にやってもらえると嬉しいなと思ってるけど。だから、撮影場所だよな。うん。別にまた、ボクシングだから公園でもいいけど、うん、公園寂しくないもん。公園寂しいよね。あと、寂しいのもあるし、そう、リングでやんないともうダメなんだって。うん、確かに。その、うん、道端でやっちゃうと、うん、まあ別に、お前クラスの道端でいいんだけど、うんうん、カロス・リベラも道端でやってたんですよ。だけど、うん、そのリングっていう概念がないと、うん、永遠に逃げられちゃうけど、実際コーナー詰められるわけじゃん。うん、ボックスなんだから、うん。ボクシングのボックスっていうのは、その箱の中に入るからっていう意味もあるんだよ。うん、だからボックスするわけだから。うん、まあ、ちょっと考えながらだな。うん、だから別にそうなんです。しょっちゅうある。月、週1とかじゃなくて。うん、そうだね。毎月1回借りて、うん、まあ、そこに参加する人、うん、来ていいし、だから俺たいじゃなくて、うん、そうだね、その参加した人対、まあ、できれば直銀さんの体格近い人を入れて、うん、で、その和道がやって、うん、そこに添削してとか効率よくない、うん、OK、何が足りないかと、毎回課題決めて、じゃあ次回までにこれをやって、この、もう的確に言うから練習面、これをやってきてって。OK、うん。それをやって、うん、次回その進歩があるかないかっていうところで、あとはもう自分でジム通うことで、じゃあもう走り込みとジム通うのとシャドウでパンチの確認ね、俺は。とりあえず、いやだから、うん、そうだね、うん、まあ走り込みとジムでいいよ。だからジムで襲ったことを、うん、もううちに帰ってきてできジムに行けない日はそれを家でやるってこと。 OK 分かった。シャドウなんかどこでもできるんだから。 OK 分かった。時間も30分でいいよ。毎日30分。その代わり、うん、のんちゃんに時間かかってもらって、うん、もうそのダラダラ休まないで、うん、インターバル1分。1分。で、それを、例えば、うん、10ラウンド。ロープに、うん、まあ、ランニングはちょっと時間にない、ロープに、うん、シャドウに、うん、スリッピングとかウィービングの練習が3。うん、したらその6ラウンドとかを、6ラウンド、7ラウンドを、うん、もう全力でやったらもう終わり。オッケー、分かった。うん。だから毎日やんなきゃダメだよ。オッケー。毎日やった方が勝ちだよ。うん。直樹さんおそらくやってくるよ。うん。分かった。あの体格見てて、あんまり年間通して太ったりしないってことは、うん、体動かすこと慣れてんじゃないの、ある程度。だってこんなオファーに、うん、ボクシングやれって言われてやりますって言うんだから、うん、自信あんじゃないの。多分ね。うん、下手したら経験あんじゃないの。いや、多分俺を指名してくるってこと相当自信あるんだと思うよ。いや、まあ美味しいからですよ、弱いから。そう。なんでお前指名してくるって。いや、だから、一番強いやつ出せ。にってこと？じゃあ、一番強いやつ出せってことでしょ？捨て頃の中で。一番美味しいやつ出せってことでしょ。でも今回、うん、何気強そうな人いない？いや違うよ、まあ、あれではあるけど、ファンタジスタは絶対あれドレさん用でしょ、セイジさんと
ファンタジスタって名前は聞いたことあるけど、何やってる人？いや、多分やってるよ。見たわ、筋肉。あれ本物だよ。あれはウェイトトレーニングやってる。だからプロレスラーみたいに。あ、でもやってる人らしいよ。その総合とか。だから切り札だったんだよ、あれ。絶対ドレさん用のカードだったんだよ。あんな体作ってるのが大して強くないでしょ。なるほど。いやだってスタミナ的に無理なんだもん、あんな体作って動けるの、うん、人のこと言えないじゃん、自分の体。ケビン・ランデルマンとかマーク・コールマンクラスが動けなかったんだ、作りすぎちゃった。あ、いや俺は言うて動けるか、うん、16連打とかも出せるから、なんなら。いや実際俺やってみせてんだって。まあまあまあ見てるから。まあどっちみち相手にならないいんだよ、うん、俺そういう低いレベルでもやんないから。オッケーオッケー。来年は、うん、あのみんなにもっと格闘技ってそう、うん、一つのイベントだけのものじゃないから、いろんな形で表現できるから、うん、でも配信じゃないと意味ないんだよ、その別に、まあねまあね、ボクシングとか格闘技うまいから閲覧支援増えてくるわけじゃないから。まあそれはないでしょう。配信的にどう見せられるかだから、うんうんうん、まあただおいしようしようその普段の努力から、うんうん、まだ泣いたり怒ったりすること全部見せられるんだから。そうだね、本当にいいチャンスいただいたから ね、前回今度は本当に勝って、うんうん、なんていうんだろう、感動の涙をみんな見たいな。お前ら全部中途半端なんだから。まあもういいんだよ、全部とか言わないの。いやだからチャンスなの、うん、ニューワールドを見せる。オッケー、分かったよ。ドレさんが泣くんでしょ。背頃の詐欺頑張って、うん、詐欺じゃない、シルバー詐欺じゃないよ、やめなさいよ。もうありがとう、じゃあね。はい、ドレさんでした。はい、ただいま元気だったね、生きてたね、うん、俺は緊急入院だと思ってたから。アンチコメントに聞きすぎて緊急入院して、あのいなくなってた心配をしてたから、まあよかったわ、元気そうで、うん、今回この1時間喋って掴めた情報は、ドルさんはやっぱり香典作業してたっていう。、うん、事実だった。すごいわ、感動の涙ね。泣きたいの、みんな泣きたいの。和道泣いたわって。和道で泣くって配信で一番恥ずかしいことだからね、あのリスナーからすると。和道に泣かされる、いいの俺に泣かされても。感動の感動でいいの、うん、今回はねグローブね、体重は70キロ以上、70キロから80キロの幅で調整することっていうのがルールと、16オンスです、はい、でボクシングルール2分2ラウンド、うん、だからオンスは決まってる。で70キロ以下の選手は、何オンスだったかな、12オンスだか14オンスだか忘れたけど、ちょっとグローブを小さめ、俺は16オンスで決定。もうそれで誓約書サイン書いたんで決定です。16決定。てかのんちゃんどこ行ったんだろう、銭湯行ってくるって言ったけど、銭湯休みのはずなんだよな。まあでもドレさんが多分感動したいんだろうね。和道を使って。でそこでドレさんも花火をもらうと。じゃああれ見てみようか、せっかくだからね、続きを。よいしょ、うん、これが便所さんとのやつだね、うん、ちょっと動きの再確認でもしますか。これが捨て子の前のやつだね、捨て子の前のやつ、ゴリラだな、ベンジョさんもやっぱファイタースタイルだよね、アウトボクサーじゃなくてインに組み込んでくるよね、パンチ重てんだよ、ドレさんとかベンゾさんとか、うん、やっぱアッパーダメだな、うん、これ良かったね、右ボディの左、やっぱガード開くんだね、
おい、まくり姫はどつ楽しんでってね。うん、睨み合いカウンター狙ってんだよね、弁当さんが。弁当さん体力ないの分かってるから重たいのドンって入れてくんだよね打たれ強いのすごい、首がしっかりしてるから打ってこい打ってこいなんだよね。もう体格全然違うもんな、腕の太さとか、打ち終わり狙ってくんだよね。やっぱ危ないな。便所さん格闘技好きなんだろうね、ニヤニヤするよね、スパーリングやったり。そのね、便所さんの道場行ったんだけど、便所さんが楽しそうに、いいだろういいだろうって言うんだよね。好きなんだよ格闘技、この人、このお兄ちゃん。だからそのもう 5,6 年前からの夢だったんだって、捨て頃やるのは。もう楽しくてしょうがないんだよ選手が。ほらいい笑顔でしょ。うん、大好きなんだなっていうのが分かるもん。でこれがドレさんとのやつか、見てみっか、まあ、問題のやつだね。問題のやつですよ皆さん。この素人相手に手加減を一切しないおじさん。あ、でも動きがやっぱ綺麗だよなドレさん。うん、虐待虐待。サディスト。サディスト。ガードの上からでもぶっ放せる必殺ブローを覚えないとね。下半身シフトウェイトだって、手打ちになってるって、うん、出た。本気だよ本気。桃缶にバチコン入れてきたよね今。目がもう笑ってないもんね、この目してた。このねガチャピンみたいな顔した時はねやばい時。ちょっとガチャピンみたいな顔してたでしょ今。この顔、ガチャピンみたいな顔したドレさんはあの危険なんだよ。わかる？ニヤニヤしてるときはその接待してくれてるときなんだけど、あのねガチャピンみたいな顔するときあるの。このときはね目がマジのとき、あの殺しにかかるときの目だから、ガチャピンの顔したら気をつけたよみんな。うん、いやガチャピンだったでしょ完全に。俺も赤毛でムックみたいだしね。うん、この笑ってるときはその手加減してくれてんの。でもね完全にね目がね瞳孔開くんだよね、攻めるときこの人。半身に構えてるからなやりづらいんだよな。うこの後見ててガチャピンの顔するから、この後大人げない顔するから、うん、ガチャピンでしょ。、うん、こっから容赦ない攻撃来るからね。来た、いって体重差考えろよ。いってマジでね、これがね人生で一番重かったローキックだからね、超痛い、痛いとかいうレベルじゃなくて重い、鈍いの。鈍い痛みなの、あかんって体がもう。虐待虐待今、2回ダウン。イモンをちらみ。いや、女アピールがすごいから。3回目ダウン。
やっぱでもローキックのスピード速いな、抜群に。コンビネーションのスピードが速い。この体重で異常に速いわ、やっぱり今見て、ローのスピードがね、キレがあるんだよね。でコンパクトだよね、やっぱパンチが。素人相手にハイキックはダメだろ。女の子にいいとこ見せたい。ローキックが速いし時間差いくんだよね、コンパクトだねパンチ。はい、4回目のダウン。4回目膝ブルボッコ。5回目容赦ね。リングアウト。5回目だぜ。うん、弾け飛んだかんね。俺ね、スパーリングで何回リングアウトしてんだろう。膝危ないよ膝。これで終わりか。うん、すごいでしょ。懐かしいな。懐かしいね。いや、ここもう心折れてたよね、本当にね。だって絶対勝てないって分かってたもん。まあでもね、本気でいかないと失礼だからね。楽しいよね。出た、会長。会長強かったな。これは第1回か。第1回か。おこうやバーサス。これもレアだよね。こうやがまだ過疎の頃で、まだ痩せてた頃だからね。うん、もんちゃんはね、なんかモデルさんみたいだね。顔がね、なんかスタイルが異常にいいの。もんちゃんのシャドウ見る。なんかね、異常にき、なんつうんだろう、もんちゃん、なんかモデルさんみたいな体型だったよ。なんかちょっと顔は三日月みたいになってたけど、横から見ると、うん、どっかあるかな、もんちゃん。ちょっと待って、もんちゃんのシャドウがあるは、シャドウっつうかミット打ちがすごい綺麗だったんだよね。やっぱプロボクサーになるぐらいすごいんだなっていうのがあったけど、ちょっと待って、もんちゃんのシャドウ探す、ミット探すよ。モンちゃんのミッドどこだ。モンちゃんミッドちょっとないな。後ででいっか。アンチ 99% だったね。さすがにもうこれはもう絶対負けないと思ったね。体重が違いすぎて。やっぱり当たった瞬間のインパクト、これどんだけ当たっても倒れないわってわかるんだよね。格闘技の面白いとかはもう手合わせした瞬間実力差が分かるの。勝てる負けるっていうのがね、もう一発目のやつで分かるんだよね。用意どんですぐ分かっちゃうから、それが面白いね。だから要はもう試合までのファーストコンタクトまでにどれだけ仕上げてくるかっていう勝負なんだろうな、多分。今まで、あ、これ勝てないっていうのと勝てるっていうのは全部外れたことないもん。いや、こうや本気で来たよ。こんだけちびっこいのに。根性めちゃめちゃあったよ。本気で殺しに来てたからね。まあ、めちゃくちゃだけど、本気で蹴り込むし、本気で殴りに来てたよ。
あ、そうなんだ。へえ。金梅さんの参考になったんだ。すごいね。うん。まあでもかっこよかったよ、荒野は。うん。こんだけ体重違くてもさ、何回でも立ち上がってきたからね。ワドを殺すって言ってたからね。もうだって子供じゃん、体格が。それでもひるまないからね。もちろん手加減して打ってるよ、怪我しないように。それは見たらわかると思うけど、うん、ひるまない、うん、ガッツある、ガッツある。最後ローブロー入ったけど、こうや、よかったよ。次は辰彦か。辰彦これ百裂拳出すやつじゃないの？多分これ百裂拳見れるよ、辰彦の技。あれ終わったのか。ちょっと待って、ちょっと待って、辰彦、あ、どれバーサス、あ、違うか、ちょっと待って、多分ね、辰彦百裂拳出すやつあるよ。金梅さんだ、違うの、これじゃない。金梅さんこの頃練習してなかったからあれだったんだよ。まさかあんなね、とっぽい試合やるとは思わなかったよ。辰彦も正規選手になったかんね、うん、リザーバーだったのにガード下がってるね、この時。ダメだね、へ、下手すぎるね。今見てもダメだってわかるもんね、ガードがダメ。いや、うまくはなってるね、やっぱ回を増すごとに。こんなのだって瞬殺できるじゃん、この自分に勝てるもん、余裕で。ダメなのがわかる、うん、構えができてない、教わってない時だよね。うん、これは見てて面白くないな。辰彦 VS ドレさんとかあんのかな。本気でやってる方あるな、これ多分マスだね。辰彦とちょっとピッチ上げてるやつ見つかったわ。これ多分ね、ちょっと展開早くなってると思う、ヘッドギアつけてるから。ちょっと殴っていいよってやつだと思うわ。見てみようか、どんな感じか。だいぶ痩せたね辰彦ね。楽天の三木谷さんだもんね。ちょっと展開早いよね、やっぱり。やっぱうまいな辰彦。うめえ。何していいか分かんないもんね。ローも綺麗だ。ストライカーだね、完全な。出た、百裂拳。ロープが緩いんだよな、ここ。
ダルンダルンだからすぐ転んじゃうんだよね。ここでリングアウト2回やってるから。あ、狭いしね、リングが異常に。危ねえな、ガード上げないと。ダメだな、ガードがひどい。これはひどいね、これはひどい。もううめえな。まあまあまあ勉強になるね、勉強になるわ。改めて見てみると、なんだろうな、モニターが落ちるな今日やたら。トイレ行ってくるわ。ただいま。
セコンド、いや、だから、鮫島さんがセコンドやってくれるって。奇跡起きたんだよ。その代わり、条件として2月の海に飛び込めと。2月の真冬の海に、やれと。そしたらお前のセコンドやってやるっていう。そう。まあ、後輩が頑張るんならって言ってくれたよ、この前電話で。まあ、お前が本気でやるんだったら、わかるなと。じゃあ今から海行こうって言われて、いや今よりも2月がいいなって言い始めて、2月の海に飛び込んだら、じゃあお前、俺がセコンドについてやるから、お前分かってんの絶対負けらんねえぞっつって。だから今回はすごい豪華だよ。まあ前回もロハコさんで豪華だったけど、いやまあぶっちゃけ確定はしてないかな。あー、肩が硬くなってる。ダメだ、肩が硬い。2月の海は死ぬからね、本当に。前回12月の海だったけど、やばかったけど。どれと慣れ合ってた和道かもしれん。もともと仲いいよ、俺。別に。どれさんとララさん。もともと仲いいよ。慣れ合ってるっていうか、別に言いたいこと言ってるよ。喧嘩した時もあるし。ララさんはドレさん嫌いなのか。正直ドレさん話長いと思ってますか？だってもともと長いもん。いや、もともと配信外で3時間とか話してたから、最近は配信中に話してくれるからまだ全然いいけど、配信外で3時間はきついぞ。 ループ ループ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 だからね。5分で終わる話を3時間するんだよ。さすがにきついわと思って。また和道さんがドレさんと話しているって。のんちゃんがポケーと。いや、マジだよ。マジで3時間とか、長い日は。で、平均すると、最低で、最短で40分。いや、もう本当おじいちゃんだよ。
どれおじいちゃんだよ、ほんと初老だよ。もう軽くボケてるんだよ、軽く。ずーっとループなのよ。だからおじいちゃんの話ってそうじゃん。脱線して戻って脱線して戻ってを繰り返して5分で終わる話を30分かかる。でも大体ピンポーンってなると、ああごめん電話切るわっていうから、多分ねデリヘルが来たタイミング、デリヘル待ちの3時間を俺で時間潰してたんだろうね。うん、昔のバイト先の上司と先輩のトークに似てる。ああ、だからデリヘル潰しですよ。デリヘル待ちの時間に俺は利用されてるんだよ、悲しいことに。うん、まあ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 、こういう関係だから、うん、デリの深夜食堂うまいね。そうだね、デリの深夜食堂だね。まあ人間だから合う合わねえ好き嫌いはある、しょうがない。俺も俺の付き合いある配信者全員好きになってくれとは言わないよ。解放ね、うん、解放優しいかんね、うん、そっか、プロテインどうしようと思ってたけどいらないか。まあよくよく考えたらそうだよね、プロテインいらないよな。相談してよかったわ、無駄に金かけるところだったから。プロテインいらないは結構収穫だよ。
なんかさ、カスダマトがさ、マイク・タイソンに指導してる、ムーブ・ヘッド、ムーブ・ヘッド、ムーブ・ヘッド、頭を振れ、頭を振れ、頭を振れってずっと言ってんだよね。ムーブ・ヘッド、ムーブ・ヘッド。ドラさんが言ってた、そのディフェンスとオフェンス、攻防一体ってやつだろうね。頭を振れ、頭を振れ。ドレさん真面目っていうか統合失調症だね、簡単に言うと。ドレさん病気、ドレさん病気です、はい、
ドレさんと花火対決なんかやんないよ。ただでさえ2人とも花火上がってねえんだから。ありがとう特命さん、花火ありがとう、あざます。一人花火対決、うん、ありがとうございます。ありがとうね、ハニトロさん。年を越すのか、時間が経つのは早いの、時間が経つのは早いわ本当に。あっという間だね。YouTube で和田さんがちゃんまんのマンションに突入するのを見て感動しました。KW を突破した3人の勇者がいて、鮫島さんと俺と鶴之進だから、ね、で鶴之進は最後の砦を破った伝説の勇者だから、そう3人しかいないんだよ KW を突破しようと試みた男は。あの鉄壁の城だからね、あそこをこじ開けるのは大変なんだよ、あの城を。なかなかやるだろう。あの時待機してたのは胸筋さん、胸筋さんっていうリスナーさん、辰彦のだから胸筋さんと一触即発だったんだよ俺、うん、胸筋さんがちゃんまんの囲いだから、そうちゃんまんのバックには実は胸筋さんがいたんだ、総合格闘技の人ね、あれ会長じゃない、あの辰彦の合同練習によく来る総合格闘技のめちゃくちゃ強い人、会長はほら金梅さんの人だよ、いやだからガチ捨て頃だったんだよ、だから胸筋さんに言われたもん、あの捨て頃1の時に和道くん俺とやろうよっつって、あの時の KW のあの夢のドリームマッチやろうよって言われたもん、胸筋さんに絶対嫌ですって死にますって言って、胸筋さんと戦うなんて嫌だよね。
絶対やられるよ。俺行こうかみたいなね。うん、胸筋さんが出てたら瞬殺されてたろうね。危なかったよ。マジで瞬殺されてたよ。昔は尖ってましたね。俺一晩中ディスられたんだよ。一晩中ディスられたんだよ。別に何もしてないのに。そりゃ頭にくるでしょ、あんだけディスられたら。一晩中悪口言われたんだよ。ただ俺はちゃんまんに挨拶に行きたいって言って配信始めたの、ちゃんまんがきっかけだから。東京からね、来たから、ちょっといいですかって、挨拶いいですかって店やったの。ダメだてめえこの野郎とか、何来てんだよとか言って、その後カソのくせに、よのこのこと来やがってよとか、もう朝まで言われたんだよ。てめえ会うわけねえだろとか言って、雑魚野郎がよとか言って、うん、来てみろお前、ガッチガチにしてやっからよとか言ってパソコンぶっ壊されたかんだよ。懐かしいよ、うん、そうだよ、大変だったんだから。半年前は佐野さんに捨て頃買ったら祝儀やるよって言われてた。いやもうね、気分屋なんだよちゃんまん。もう昔からなんだけど、もう業界で有名なの。もう気分で発言がコロコロ変わるから大変なんだよあの人。そう、祝儀やるとかなんかブロックだとか、もうその時の気分だけなの。もうめちゃめちゃ難しい、気難しい人なのよあの人。有名だよ業界で。手のひら返しっていうか、機嫌を損ねたらもう終わりなのあの人は。すごい有名昔から。機嫌を損ねたらアウト。気分の人だからね。まあでももういいんだよ、独り立ちする時だよ。俺もなんかちゃんまんの名前出して商売したくないし、もう看板書ってやってるわけだから。
壁ドンは後ろの壁だよ。うん、懐かしいね。後ろの壁よ。引っ越して2日目だったかんね。参っちゃうよね。顔が穏やかになった。なんかね、よく言われるんだよね、それはね。俺はあんまり自覚がないんだけど、丸くなったってよく言われるね。丸くなったのかな。まあ人間は年取ったら変わるでしょう、誰でも。釈迦の修行の過程みたい釈迦の修行の過程みたい、うん、この頃なんかいかついな、こんな髪型してたんだな。昔2ブロックだけどいかつくない？眉毛が薄いね。うん。怖っ。2ブロックで、襟足がちょっと長いのかね。怖いね、これ。リスナーさんがやってるバーだったんだよ。うん。怖いね。うん。髪型って結構印象変わるな。ヤバタンだね。ねえ、グロ画像出していい？グロ画像出していい？俺が虫嫌いになった理由教えてあげようか。グロいの苦手な人、ちょっと目つぶってて。グロいの苦手な人。俺川崎洋平にこれ食わされたんだよ。きっついだろ、きっついだろ。俺これ食わされたんだよ。最悪だろこいつ。料理とかじゃねえからこれ、うん、はい、もう大丈夫です。グロいだろ、ほんと殺意湧いたもんな。あ、出てきた出てきた。これリスナーさんから送られてきたやつだよ。鶴の神が破ったのこんな感じだよ。すごいでしょ。これちゃんまんの近所に住んでたリスナーさんが送ってきてくれて、この画像見たことないでしょみんな。
これ激レアだよ。近所に住んでたリスナーさんが、いや写真撮ったらこんな感じだよって。いや鶴の神ドアの印象が強いじゃん。最初にバリーンって破ったのここだよ。すごくないこれ。これちょっとレア画像だよ。そのサイドにあるガラスの部分ぶち破って入ったの知らない。これはレアでしょ。ドアだけだと思ってるでしょ。エントランスのここの部分ぶち破って入ったんだよ。見たことないでしょみんな。これは結構レア画像ですよ。多分これ見たことある人少ないと思う。初めて見たでしょみんな。結構レアだね。ふわっちは優しいリスナーさん多いよね。
ドラム叩きたいな。おお、おなつさん久しぶり。着物着て演説する動画何なんですか、自己啓発みたいな。あ、よくわかんない俺も。なんか生放送回ってたからやってみようみたいな、おなつさんいらっしゃい、ワドツー久しぶりだね。おお、もちさん久しぶり。ワードツお帰り。お風呂空いてた？うん、空いてた。今日まで？うん、あ、そっかそっか。何時までやってんだろう。通常営業だったよ。そう、うん、そっかそっか。気持ちよかった。うん、うん、よかったよかった。のんちゃん今銭湯から帰ってきたところ。大丈夫大丈夫、家から近所だから。ありがとう。いや大変だったんだよ、エアコンが効かなくなっちゃってさ。今エアコンついてるから大丈夫なんだけど。のんちゃん今日車なの？車か。ねえもうおなじみののんちゃんになってるからね。どうも毎度おなじみのりこです。どうぞよろしく。来年のね今頃ものんちゃんと何年も何年もこう一緒にいたいな。ありがとう。もつさん花火ありがとう。正月、
出勤手当に目がくらみ、明日から5日まで仕事マジか。少し早めですが、今年もありがとうございました。また来年もありがとうございます。1年間、来年もよろしくお願いします。良いお年を。ありがとね、もっちさん。マジか。でも、生姜稼げるときに稼ぐのが正解だよ。ありがとう。いつもありがとね。そっか、仕事頑張るんだ、お正月は。給料1.5倍と別に手当、日額8000円。のんちゃん捨て頃参戦、のりこは強いぞ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。